日本政府、女性宮家と旧皇族の功績復帰を検討へ。g 通信によりますと、日本政府が安定的な皇位継承の確保をめぐり、女性宮家の創設や旧皇族の功績復帰などを検討しようとしていることが明らかになりました。早ければ15日の大乗祭以降に検討が開始される模様です。 この安定的な皇位継承については、日本政府内から30年から40年後に決めればいいとの慎重論が強く出ており、それに対して、女性宮家は女性・女系天皇とは違う、選択肢として残していいとの意見も出ている模様です。この女性宮家が創設されてしまいますと、最終的に女性天皇・女系天皇が、 容認されるようになってしまうんじゃないかと思われますが、日本政府にはこれまで日本が長年にわたり守ってきた皇室の文化を今後も守っていくことができるように安定的な皇位継承について対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。 ご成長いただきありがとうございました。